はい、どうも、こんにちは。実況者のみです。えー、まあ本来はね、ちょっと違う動画を撮る予定だったんですけど、急遽ちょっと変更して、えー、ちょっと地震についての動画を撮ろうと思います。あのー、今朝のですね、2018年6月18日7時、午前ね、午前7時58分に、大きな地震がありました。で、僕も、寝てて <laughs>、もう唐突に、 大きい揺れが来て、もうマジで死ぬんちゃうかなって。僕の家結構あのー、なていうの？マンションの高いところにあるから、で俺二段ベッドの上で寝てるからさ、もうめちゃくちゃ揺れてさ、もう本当にあの自分の真下で震源地があるんじゃないかなっていうぐらい揺れたんですよ。本当怖くて、もうちょっとこの恐怖心を忘れないうちに、今すごいあのー、次の地震に対する準備をしてるんですけど。 ツイッターとかでもいろいろ情報回ってると思うんですけどねあのこういう大きな地震があった後2日後とか1週間以内にもう1回大きな地震が来る可能性ってすごい高いって言われてるんですよまああの大きな地震が来る可能性があるとは思うので今のうちにね準備しておきましょうあの食料衣類あと飲料水その他もろもろ生活に必要なものあと靴もねちゃんとちゃんとしたハイヒールとかもそんなんじゃなくて かそういういちゃんとしたスニーカーみたいなちょっとそこの厚めの靴の方がいいんか分からんけどそういうの準備し,しておいた方がいいんじゃないかなと思いますあの関西の方はね引き続き大きな地震に注意して、えー、準備していきましょうだから風呂の浴槽に水をいっぱい溜めておけばいいよみたいな話も聞きますねなんかその断水したときにトイレとかの処理が大変なそうなので、はい、そういうのに、ね、役立つのかなとはい 本当はね、これ、違う動画を撮りたかったんですよ、このグラードンも僕、前日から用意してたんですけど、本当は僕、最近ちょっとピンポンダッシュに悩まされてて、もう本当にひどいんですよ、もうピンポンピンポンピンポンってやった後に、ドア3回ぐらい蹴られるみたいな、そんなピンポンダッシュが、ここ半年間ずっと続いてたんで、そろそろその犯人捕まえようかなと思って、あのそういう動画を撮,撮る予定だったんですけど、急遽ちょっとこういう地震のことについての動画を撮ります。はい。 ちょっとでもねあの前に準備しておいてもう常に次の地震が来た時に自分の手元に緊急バッグがあるような状態にしておいて、はい、もうすぐ持ってでも頭の中で、あのー、避難の動線のシミュレーションも,もうしっかりしてちょっとでも生存する確率を高めていきましょう、うん、じゃあ俺も新しい替え歌投稿する前まだ死ねんからなちょっとほんまにちょっと死を意識したな地震で初めて。 今まで何回か、まあ、そこそこの地震はありましたけどちょっとここまで怖かったのは、ね、初めてです、まあ、寝てたっていうのもあったねで無防備なところに急に地震が来たっていうのも多分あると思うんですけど本当怖かったなもうあのベッドの底にしがみついたからね起きた瞬間にもう揺れてる最中に目覚めたんですけどもうベッドの底にしがみついて、はい、2段ベッドから落ちないようにしていました。 まあ、関西の方、まあ、もうそれ以外の方もですけどあの関西のか方は特に地震に対するあの下準備ちゃんとしておいていつでも握れるようにしておいてくださいでこの動画のコメント欄に良ければ、ね、有識者の方地震に対する下準備こういうことをしておいた方がいいよっていうのを具体的に良ければ書いておいてください はい、あのネットとかの情報でも僕は検索するんですけどこの動画を見てる人がすぐこう情報を知,るように知れるようにねあの動画のコメント欄に情報具体的な情報できれば具体的な情報の方がいいもうしっかりとした情報をあの書いていただけるとそれに対する準備ちゃんとできると思うので良、はい、ければそのコメントをお願いします備えあれば憂いなしもう本当に準備だけしっかりしておきましょう